メラニータニグラクロンガモはカモモクカモカクロガモ族に分類される鳥類。シベリア東部、アラスカ州西部で繁殖し、冬季になるとアメリカ合衆国、中華人民共和国、日本、アリューシャン列島の沿岸域へ南下し越冬する。北海道では幼鳥が観察されたことがあり、繁殖している可能性もある。アイスランド、シベリア西部、ヨーロッパ北部で繁殖し、 冬季になると、アフリカ大陸北西部、ヨーロッパの沿岸域へ南下し越冬する。全長44から54センチメートル。翼海七79から90センチメートル。体重0.6から1.4キログラム。種小苗ニグラは黒い糊で和苗と同義。交際は褐色。くちばしの色彩は黒い。講子の色彩は黒や黒褐色。オスの成長は、 全身の歯衣が黒い。メスや幼鳥は、全身の歯衣が、黒褐色。メスには、頬や喉にお白色や泡灰色の名色藩が入る。オスの幼鳥は上、くちばしに黄色部がある。オスは上、くちばし基部は黄色く隆起する。上、くちばしに黄色部があり、上、くちばし基部に黒いコブがある。批判食器には海洋に生息する。 繁殖期には主に高地ツンドラ内にある沼地などに生息する。批判食期には群れを形成する。食性は動物食で海類、甲殻類、昆虫、魚類の卵などを食べる。繁殖期には淡水性の海類や昆虫、批判食期には海洋性の海類、甲殻類などを食べる。繁殖形態は卵性。6から7月に水辺の草原や 矢ぶに枯れ草などを組み合わせた巣を作り、6から9個の卵を産む。放卵日数は27から31日。ヒナは、孵化してから45から50日で飛翔できるようになる。ありがとうございます。